はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回は圧倒していた大本命井上尚弥が急に失速し扇久保博正に負けた真相を解明についてです。バンタム級グランプリは誰もが望んでいない扇チャネルの優勝で幕を開けました。まず最初に井上尚弥選手は大本命で扇チャネルには勝つだろうというのが大半の見方でした。試合自体はその通りに1ラウンド井上尚弥選手がジャブとワンツーキックなどを使って打撃で圧倒し、寝技でもマウントを取りパウンド肘を当てるなどボコボコにしました。2ラウンドで仕留めるだろうと誰もが思ったと思います。しかしここで井上尚弥選手は一番やってはいけないミスを一つ犯しました。扇チャネルの強みはもちろんグラップリング塩漬けです。そしてもう一つあるのがパワーです。グラップリングとパワーだけと言ってもいいでしょう。それ以外は井上尚弥選手がだいぶ上回っています。であれば塩漬けとパワー以外のところで完封すればよいのです。しかし井上尚弥選手は持ち前の負けん気から相手の強いところで勝とうとします。2回戦の金太郎選手も苦手とするサウスポーにもかかわらず打撃しかない金太郎選手に打撃で挑みました。それだけならまだしも井上尚弥選手は右の拳を痛めていたので右のストレートをほとんど打てませんでした。それにもかかわらず打撃で勝負し 1,2 ラウンドは優勢にいったものの3ラウンドは逆にやり返されました。もちろん打撃でいかず3ラウンド相手が出てきたところにタックルを決め塩漬けにすれば簡単に勝てました。しかしそれをしないところが若さであり井上尚弥選手の最大の弱点です。今回も1ラウンド終わった時点で井上尚弥選手はグラップリングでもマウントを取ってボコボコにした通りグラップリングで進められると思ったと思います。しかも決勝のことが頭をよぎり2ラウンドサクッと一本勝ちして終わりたかったのでしょう。そして2ラウンドに入り打撃で圧倒し打撃で圧倒するからこそ扇チャネルがプレッシャーを感じそこに井上尚弥選手は自分自らテイクダウンに行きました。そしてテイクダウンに行き寝技で攻めていたのですが扇チャネルはグラップリングとパワーが最大の強みです。攻められていた寝技から逆転しました。で、ここで一つ失敗しました。自分からテイクダウン行くのは問題ないのですが、その後です。その後はすぐに一本勝ちを狙うのではなく、ポジションをキープし、塩漬けし、扇チャネルのスタミナを奪って、扇チャネルが戦力がかなり落ちた時に一本勝ちを狙うべきなのです。しかし、井上尚弥選手は自分のグラップリング力に自信があるため、扇チャネルをキープもせず、自分からどんどん攻めていき、パワーで決めようとしてしまいました。そうすることでかなりのスタミナを使ってしまったのです。いわゆる攻め疲れです。そして攻め疲れした後に今度は扇チャネルが逆襲しました。逆襲した後もまたミスをしてしまいました。逆襲された時に普通に立てば勝てるので寝技であえて向こうに攻めさせ自分は防御一辺倒にすれば体力は温存できます。しかし井上尚弥選手はそれをせずに攻められたことに対してラウンド終了まで防御に徹するのではなく自分もやり返そうとしました。そしてグラップリング力パワーに勝る扇チャネルがそのまま塩漬けし井上尚弥選手はスタミナを極限まで削られたのです。そもそも試合前にスタミナモンスターと言われていたのは井上尚弥選手です。しかしスタミナモンスターでも全速力の寝技で相手に向かっていきしかもその相手がグラップリングパワーに勝る相手であればすぐにスタミナは消耗してしまいます。この相手の強みで勝とうと思った若気の至りが今回急失速した原因なのです。そして3ラウンドに入りました。3ラウンドに入ってみれば井上尚弥選手はもうスタミナがかなり削れています。そうすると今まで当たっていた打撃も当たりはするのですが威力もなく扇チャネルは普通にジャブなどをおでこでもらっていました。1ラウンドのリフレッシュした状態でジャブなどをおでこでもらうとダメージを受けますがスタミナがなく威力もなくなったものに対しては扇チャネルはどんどん前に行き威力を消すことができます。そして四つ組になり四つ組の攻防で差し合いになりました。この差し合いも扇チャネルは162センチと背が低くパワーがあります。逆に井上尚弥選手は175センチ、リーチ180センチと手足が長くパワーでやり返そうとすると逆に削られてしまいます。この四つ組の攻防で地味には見えますが非常にスタミナが取られるのです。そしてスタミナが極限までなくなった井上尚弥選手は寝技に持ち込まれそのまま耐えるしかありませんでした。まとめると井上尚弥選手は1ラウンド圧倒したことで2ラウンドすぐに決めてしまおうと攻めてしまい攻め疲れ、そしてパワーとグラップリング力が強みの扇チャネルと真っ向勝負し攻め疲れ、そして3ラウンド四つ組でスタミナがゼロになってしまいました。こちらで井上尚弥選手は急に失速し負けてしまったのです。次にやれば今回の反省を生かしただただ打撃でアウトボクシングし扇チャネルが嫌がって入ってきたところにタックルを切りそして立ち上がりの繰り返しをすれば完勝できるでしょう。扇チャネルが日本トップのままでは雷神の人気がなくなり潰れてしまいます。井上尚弥選手にリマッチで勝ってもらい日本語は不自由ではありますがイケメンであり実力もある井上尚弥選手に
鉄拳張りに人気を盛り返してほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。